山口県の飲食店勝手に応援プロジェクト、チャンネル登録よろしくね。皆さんこんにちは、マネさんです。イエーイ。はい、今日はですね、山口県防府市にあります鯖川近くのお店にやってきております。あ、もう看板がちょっと見えてましたねさあ、こんなのどかなところにそびえ立つまるで喫茶店のようなお店が目印になっておりますが、ちょっと見てみましょうね。ぐるーっと回ってこちら側です。入り口を登ってトントントンって歩いたところにあります、こちら風民っていうねお店を紹介したいと思います。こちら風民さんでございます。まあパッと見本当に喫茶店かなって思う感じの店構えではありますが、実はこちらラーメン屋さんだったりします。では行ってみましょうね。早速では行ってきます。こちら新メニューでしょうか、梅塩ラーメンと天津セットでしょうかね。はい、そしてこの横にですねトトロちゃんがいます。なんかほっこりしていいですよね、こういうの。さあ今回のメニューはこんな感じです。まずコロナ対策のお願いがありまして、それからメニューの方に入ります。こちらはですねちょっと珍しいのかな、鶏白湯スープっていうのがまあ有名なメニューになっております。あとはまあね、いろんなセットメニューとか唐揚げとか、まあ蒸し物とか飲み物ね、親子丼があるのって面白いな。まあそんな感じでいろいろね、写真の方もの取り揃えております。こんな感じの梅塩ラーメンね、先ほど見ました。あとチャーシュー丼かなこれ。まあこんな感じでいろんなメニューがございます。そしてねこちら店内はねすごくアジアンテイストな感じのすごくゆったりできる空間でした。それでは早速注文してみます。はい、やってきました、鶏白湯ラーメンとチャーハンセットでございます。めちゃめちゃ美味しそう。これが鶏白湯、鶏の白湯スープのラーメンですね。見てください、これごまはね僕がね個人的に振りかけました。そしてこちらがチャーハンです。チャーハンもめちゃめちゃ美味しそうな感じですね。それでは少しだけ触ってみましょうか触ってみましょうってなんやねん。さあまずこちらね、まずチャーシューですね。本当に脂身がないような感じのあっさりしたチャーシューなんですね。これ見た感じもうわかるでしょ、あっさりめのチャーシューと、あとはね麺ですね。麺はこんな感じかな、もうチャーシューはいいから、チャーシューはいいから麺いけはい、麺はこんな感じでございます。はい、おーしゃね、美味しそうです。そしてこちらがチャーハンになります。チャーハンの方は、まあ、ちょっとだけほぐして乗せていくと分かる通り、まあチャーハンはちょっと味が濃いのかな、濃そうかな、まあ、食べてみたいと思います。それではいただきます。はい、僕の動画で今まで豚骨味噌醤油いろいろ出しましたけども、なんと鶏白湯ラーメンっていうのは初めてと思いますね。ちょっと食べた感じですね、すごくねやっぱり鶏メインなのでさっぱりした感じだけど、味はすごく濃厚な感じでしたね。スープがすごくそんな感じ。そしてこちらのチャーシューはやっぱりあっさりめのチャーシューでございました。めちゃめちゃラーメンとしてのね出来は良かったのと、あとなんでしょうね、また食べたくなるなっていう、そういうラーメンではございました。この時間ねお腹空かしすぎていったので、めちゃめちゃラーメンにがっついてますね何だったっけ、多分お昼の2時超えてたからかな。そしてこちらのお店、外にテラスがありまして、あの天気のいい日はテラスにラーメンとね定食とかセットを持ってって、そちらで食べることもできるようになっております。今日はねあのテラスの方はねお客さんがいたので、僕はさすがにそちらに座りませんでした。まあラーメンはこんな感じ。そしてここからチャーハンいきましょう。僕ね最近チャーハンいろいろ食べてるんですけどね、ここのチャーハン
味が濃いのかなと思ったけども、見た目ほど濃くなくて、すごくこのラーメンに合ってる感じですね。ラーメンが結構あっさりめなんで、ほんのちょっぴり濃いめのチャーハンって感じかな。ちょうどバランス的には最高な組み合わせだと思います。そんな感じの今回のラーメンのご紹介でした。あ、そうそう、店内にもトトロがいました。マネさんの感想、あっさりだけど濃厚な味のスープでした。そしてそのスープに合うチャーハンもすごく美味しかったです。店内はアジアンテイストな感じになっております。ふうみんさん、場所は山口県防府市上右田4丁目1、営業時間はご覧の通り、電話番号 0835-38-6510 まで。最後まで見てくれてありがとう。これからもグルメ情報を発信していきますので、チャンネル登録の方よろしくお願いします。あなたが行ったことある、または行ってみたいお店がありましたら、高評価の方でいいねボタンを押してください。ツイッターでは日々のことをつぶやいております。よかったらこちらの方もフォローしてやってください。そしてあなたのおすすめなお店がありましたら、コメント欄の方に書いてください。いつかスケジュールを合わせて伺ってみたいと思います。子供の味覚を持つマネさんがお届けいたしました。それでは最後にこれだけは伝えておきたいので、皆さんしっかり聞いておいてください。せーの。